シギ・クトクとは、早々期の頃から第四代皇帝、門家の時代まで、モンゴル帝国に仕えた人物。修士などのペルシア語資料では、シーキーキューテキュット、または、クトゥクノヤン、キューテキュットヌーヤーンと呼ばれており、原子などの漢文資料では、質基地骨歯下骨、質、骨カンコツ・骨コ骨などとも記される。現朝筆史では、シギ・ケン・クトクなどとも記されている。 シンギスカンの妻ボルテに育てられた。四人の養子を育てるホエルンを描いたエシギクトクは、モンゴル部の宿敵、タタル部の貴族出身であると伝えられている。現朝筆によると1196年頃、モンゴル部とタタル部の間で小ゼリアイがあった時に、タタル部の陣営に取り残されていたところを発見されたという。シギクトクは一目見て良い家柄のものだと知れる。 格好をしていたため、テムジンは母ホエルンの下に連れて行き、ホエルンはその場で彼を養子にしたという。シギクトクと同様に、ホエルンに育てられた者として、メルキトブの口、ベストブのココチュ、風神部のボロクルラがおり、この4名について、現長筆は、ホエルンが子供たちのために、昼は見る目、夜は聞く耳となってやることが、 他の誰にできようかと言って、自らのゲルの中で養った、と記している。一方で、終始タタル部族誌によると、チンギスカンがタタル部族に略奪遠征を行った時、当時チンギスカンにはまだ子供がおらず、ヒのボルテが、いつも子供を欲しがっていたが、チンギスは、その道中に、一人の子供が置き去りになっているのを見つけて、これを拾い上げたという。チンギスはその子供を、 ボルテの元に送り、ボルテはこれを我が子と同じように慈しみ育てたという。成長して、チンギスに仕えて、クトゥクノヤンとも呼ばれるようになったが、シギクトクは、チンギスのことを、エチェイキ、つまり、モンゴル語で、父と呼び、ボルテのことも、ベリゲンエケ、ベラゴニーク、イコールベラゴンベレンビー・アールジーエヌ、同じく、母なるアニメと呼んでいたと伝えている。また、 ボルテが死去した時、シギクトクは、彼女の墳墓を素手で叩き、ああ、我らの前期母よ、と泣き叫んだという逸話を伝えている。チンギスが存命中、オゴデーはシギクトクのことを、ニーと呼び、シギクトクは門家よりも上位に、自らの息子たちと共に列席していたという。以上のように、聴状筆と、終始ではシギクトクの要望に関する記述が食い違う。 ただし、原彫皮脂で、ホエルンに育てられたとされる口と心地の羊については、原彫皮脂以外に、全く記載がなく、ボロクルが養子であったことを記す資料は他に、全く存在しないこと、死儀、区徳についてもホエルンの養子とするよりも、ボルテの養子とする方が、年代的に無理がないことなどから、終始の記述がより史実に近いと考えられている。 1206年モンゴル帝国が成立すると、当時のモンゴル人にしては珍しく、ウイグル文字に通行していたことを買われ、チンギスカンによって、大団次官に任命され、朝税を担当した。1215年に、金の中途が開城した時、シギクトクは、オングルバルチ、アルカイカサルと共に、財宝庫の摂収のため中途に派遣された。この時、 オングル・バウルチとアルカイ・カサルは、緊張ルスの壁から、近平を受け取ったが、シギクトクは受け取らなかった。後に、この一件を知った、チンギスカンはシギ、クトクを褒めたたえ、オングルとアルカイ・カサルらを叱責した。1219年に始まる大西進にも従軍し、一軍を率いたものの、ホラズム軍にパルワーンの戦いで大敗を喫してしまう。 これは生成におけるほとんど唯一と言っていい、モンゴル側の大敗だったが、シギ・クトクが、チンギスカンの議定に当たることもあって、罪には問われなかった。終始チンギスカン期のチンギスカンの所掌リストによると、トルイに与えられた諸軍のうち、シギ・クトクは、右翼軍を支えたの専人隊長の一人として、列記されている。チンギスカンの死後もシギ・クトクはその子孫に仕え続けた。 おごでえ時代に入り、金が征服されると、リツ素材らと共に、給金量の戸籍を作り、税制を定めた。その後も、門家即維持の大粛清を乗り切り、門家に中途の大断時間に命じられている。晩年にクビライとアリクブケの間で、定位継承戦争が始まると、当時彼は、カラコルムに畳めアリクブケ政権に味方した。結果としてアリクブケは、 継承戦争に敗れ、死儀、クト徳が首雷に降伏した時命は許されたものの、不遇な晩年を送ったという。モンゴル人には珍しく長寿だったようで、終始によると没した時は82歳であったという。現状筆では、更新票17位に列している。ありがとうございます。